筋トレに関して言うと、いい部分と悪い部分があります。ソイプロテイン、それはダメというふうに私はお伝えします。ホエイプロテイン OK ね。身長ビヨーン、石井学学は先生経営が専門医、身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばした人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日お話しさせていただくのは、身長先生に聞けの50番目ってことですね。ついね、身長先生に聞けの50回も来ましたよ。最初から見てくださってる方もおそらくいらっしゃるでしょう。すごく嬉しいです。皆さんがですね、コメント欄にね、疑問を書いていただいてるからこその企画になります。実際ですね、私も身長先生に聞けを通しですね、新しい疑問にですね、ぶち当たったりだとかして、改めて論文を読み直したりだとか、そういった機会もできるです。私自身も非常に勉強になっておりますので、本当に皆さんにね、改めて感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。皆さんもですね、身長に関する疑問がありましたら、ぜひね、コメント欄の方に記載お願いします。それでは準備よろしいでしょうか。まず最初の質問なんですけど、本日ね、タイトルにあります通り、筋トレについてお話しさせていただきたいと思います。一人目の質問なので、すずめさん、腹筋が割れていると身長が伸びないって本当ですか？腹筋、皆さん割れてますか？腹筋が割れてる人ってなかなかいないんじゃないかなと思うんですけども、筋トレに関して言うと、いつもね、お伝えしてる通り、いい部分と悪い部分があります。そこでまずおさらいしていきましょう。筋トレのいい部分に関して言うと、筋肉トレーニングを行うと、成長ホルモンが分泌されます。成長ホルモン分泌されると、身長伸びるわけですね。それはもう皆さんもご存知だと思います。例えば、成長ホルモン注射。とすると、プラスアルファで身長を伸ばしたりするわけですけど、成長ホルモンが運動することによって分泌される。筋トレでも同様に成長ホルモンが分泌されるというのは有名な話になります。じゃあね、筋トレをすればするだけいいのかっていうと、そうでもないようです。具体的に言うと、筋トレどういう行為なのってね、吟味していくとわかるんですけども、筋トレってですね、筋繊維を破壊していって、破壊されたところに栄養が入っていって、元の筋肉より太くなる。これが筋トレの原理になります。つまり、多くの栄養を消費するっていうのが筋トレの一つの要素になりますので、身長を伸ばすためにね、栄養は重要だっていうふうに私いつもお伝えしてますけど、栄養がね、どんどん筋肉に使われてしまうと、骨、いわゆる身長の方に使われなくなってしまって、身長が伸びなくなるというのが懸念点になります。腹筋が割れている。もう一つ別の要素があるのをご存知でしょう。ボディービルダーさんにですね、腹筋を割れるためにどうしたらいいですかってよく質問されるんですけど、腹筋においては筋ボリュームも大事なんですけど、体脂肪、脂肪の割合も非常に重要なんですね。つまりなんですけど、脂肪が当たり前だけど少なくちゃいけないというところで、腹筋が割れていると非常に脂肪が少ない状態というふうになります。脂肪に関しても昔の動画で上げてるんですけど、体脂肪が多いと成長ホルモンの分泌が減るっていうデータがありますので、体脂肪が低いっていう現象に関して言うと悪いというデータになりますので、腹筋が割れているっていうのは比較的悪くないでしょうという表現になります。ただし、大人と子供で腹筋が割れているという状況が異なる部分もあって、大人だと筋トレが好きな人が割れている傾向にあると思うんですけど、子供の場合ですね、筋力ボリュームはないんだけども、単純にすごく痩せちゃってる。そういった子が腹筋が割れているっていうような表現というか、極めて華奢である、いわゆる栄養が少し足りない状態であるのであれば、身長伸びないっていうふうにもお伝えできるかもしれません。筋トレ、ある程度はされていただいていいと思います。ただね、高重量扱うような筋トレされなくていいでしょうというのは私の結論になります。次、2番目の質問です。かぼちゃさん。小さい頃からスクワットすると身長伸びにくいですかと。これもね、今ほどお伝えした通りになります。スクワットだけでダメかっていうとそんなことはなくて、スクワットもおそらく成長ホルモン分泌を促しますので、決して悪くはありません。ただ、過剰にやる必要はない。いわゆる自重。ご自身の体重でやる分には私は構わないと思います。次、心流少年期さん。質問です。太ももの筋肉がつきすぎた場合、身長伸びにくいですか？それとジュニアプロテインなどはいつ飲んだ方が効果的とかありますか？よろしくお願いします。まず、太ももの筋肉がつきすぎた場合、身長伸びにくいですかって質問なんですけど、これに関してはそんな心配ないでしょうって説明になります。関連性はあまりないというふうに考えていいと思います。ジュニアプロテイン。これすごくいい質問だと思います。説明させてください。タンパク質の摂取量っていうのは身長と関係があるんだっていうのは過去にも何度も紹介していると思います。例えば、ね、105個の国をね、調べての論文がある。アメリカは 115g、カンボジアは 53g ってことで、タンパク質の摂取量ですね、身長高い国、アメリカとかと、身長比較的低い国、カンボジアとかと比べると2倍も摂取量が異なるということで、タンパク質の摂取は大事ですよってお話しさせていただいてます。つまり、プロテインを飲むというのは、一理、二にかなっているというふうに表現はできると思います。もちろん過剰摂取はいけないんだけども、適量であれば飲んだ方がいいと思います。その中で、いつ飲んだらいいかって質問になってます。まず、サプリメントの全般の考え方ですね、マクロ的なところから視点を見る。そして、ミクロの視点ですね。なので、まずは、いつ飲むかじゃなくて、一日の総量が大事です。一日の総量を計算しましょう。プロテインの種類にもよるんですけど、ソイプロテイン、それはダメというふうに私はお伝えします。ソイはダメで、ホエイプロテインは OK ね。イソフラボンの話、過去に動画出してますけど、イソフラボンの関係になりますので、ホエイプロテインを飲んでくださいって説明になります。その次にいつ飲んだ方がいいかということなんですけども、プロテインだけピュアに摂るのであれば、空腹時とかの方がグッと入ってくるからいいかもしれないし、食後とかも吸収率が上がるなんていうふうに言われてます。ただ、プロテイン少し重たいので、食後とかよりも食前とかより吸収率は高いのかなというふうに思いますので、そういった飲み方も一つだと思います。あとはね、運動後なんかも一般的にいいと言われてます。運動後にいいというのは筋肉のところに持っていくためにって意味になります。筋肉の方に栄養がしっかりと補充されてて、骨に行くだけの十分な栄養を与えるというのを運動後に飲むというのは理にかなっているように思います。次、SS さん。こんにちは。先日先生のチャンネルを発見し、全動画も全部見たんですよ。100本以上ありますけど、そんな簡単に見れますか？どうもありがとうございます。科学的
根拠に基づき最終身長を計算して見ていてとても興味深く、説得力がありとても楽しいです。先生に質問です。12歳1ヶ月の男子です。現身長155センチです。思春期症状は、例えば陰毛は12歳ちょっと前に生えたけれども、声変わりが発症するのは14から15歳以上になった場合、早熟と判断するのでしょう。それとも晩熟でもなく、早熟でもないという判断になるでしょうか。ちなみにもし最終身長を診断しているのはとても感激です。11歳1ヶ月144センチ、11歳6ヶ月148センチ、12歳154センチ、遺伝身長175です。上でも書いた通り、声変わりはまだしていませんが、陰毛は生え始めています。足だけ長くなり、上半身が伸びないのも悩みです。先生の回答をとっても楽しみにしています。今回もね、成長シートの方を使っていきたいと思います。皆さんもですね、身長先生の公式 LINE の方ですね、YouTube の概要欄の方に貼っておきますので、問診票の方にね、最初に答えていただくと皆さんの方に無料でプレゼントしておりますので、ぜひダウンロードしてください。ダウンロードした後ですね、A3 サイズに印刷していただいて、ご自身のね、身長のところで黄色くマークしていったりすると、最終身長が簡単に予測できます。それではね、この方の最終身長を予測していきましょう。最終身長を予測するときですね、5個の項目を総合して予測していきます。1つ目が現在の身長、2番目が過去の身長、3番目がレントゲン検査、4番目が思春期症状、5番目が遺伝身長、そして採血の結果を踏まえて構成していくような形になるんですけど、当然今回採血の結果があるわけではないですね。必然的に5個、まず現在の身長ということで155っていうところなんですけど、12歳0ヶ月155センチのお子さんが最終的に身長がね、平均的に伸びていくとどうなるかというと、成長シートがその真下に降りていったのが平均的な期待値になります。 175.4 から 176.3、 これがまず1つ目のデータになります。平均的なデータに対して伸び率は高い子もいれば低い子もいるわけですので、この方がどちらのタイプなのかっていうのを2番目以降に検討していきます。過去の身長を見ると11歳のデータをいただいてて、そちらの方を見てみると、この1年間で見ると伸び率は他のお子さんより高い、右側にシフトしているというのは他のお子さんよりも伸び率が高いということを意味していることになります。それが早いのか遅いのかっていうところになってきて、早熟なのか晩熟なのかっていう説明につながってきます。10歳未満の情報があればより一層確実なんだけども、11歳児です右側に大きくシフトしているというのはやや早熟な印象を受けるっていうのが正直な感想になります。そして通常であれば骨の年齢を測定していきます。骨年齢がね、実年齢よりも上であればほぼ早熟確定になります。ただし今回それがないので思春期症状で判断していきましょう。こちらの方に関して言うと、陰毛の方が12歳ちょっと前に生え始めたっていうところで、そうやって考えると右側にシフトした時期と非常に一致していますので、右側にシフトした理由が思春期症状に伴うものでしょうというふうに考えるのが妥当だと思います。今回に関してはやや早熟というふうに考えたのが妥当なんじゃないかなというふうに思いますので、最初にお伝えした 175.4 から 176.3、 そういったところもやや下方修正したような予測が正しいんじゃないかなというふうに思います。ただし声変わりはまだしないということで、思春期症状が進んでいるわけではないのであれば、すごく左側にシフトするというよりは少しシフトするでしょう、そういうふうな表現が正しいかもしれません。もちろんですね、採血だったりとかレントゲンを通して確実予測していくのが望ましいわけですから、本気で伸ばしたいのであればご受診の方をお願いします。ということで、この課題早熟か晩熟か細かいと説明していきます。いつもお伝えしている通りなんだけど、思春期に関してはまず開始したタイミングが最も重要になります。マクロで見るね、思春期、その次にミクロで見ていくわけで、ね、ミクロで見ていった時はまず開始時が最も大事だってことになります。開始した瞬間に分泌の一定方向に向かって進んでいきますので、開始した時期が当然重要。それに対して開始後の加速度感が2番目の項目になりますね。今回に関して言うと1番目が早いっていうところになりますので、早熟傾向というふうな表現が私は正しいと思います。で、次、チャーリー・ブラウンさん。早熟晩熟がある程度遺伝して受診した兄弟が同じ成長曲線を作ることが多くあるというお話でしたが、兄弟の構成が男女問わずということでしょうか。晩熟の父親で長女も晩熟でした。長男も期待したいですということですね。これに関して比較的私の印象としては男男とか女女とかの方が一致する印象が強いです。ただし理論上はある程度男女関係なくある程度遺伝してくるんじゃないかなというふうに思います。というのもそもそもなんですけど、思春期進んでいくというのはですね、脳みそが大きく関係あるんですね。脳みそからホルモンが分泌されることによって、例えばですけど精巣に働いたりだとか卵巣に働いたりだとかして性ホルモン、いわゆる思春期を誘発するわけになりますので、脳みそっていう観点でいくと同じなんですね。男の人も女の人もそういった側面から考えると男女問わずですね、ある程度類似するような可能性があるというふうに考えてもいいと思います。長男も期待されたいということですね。期待していただいていいんじゃないかと思います。はい、じゃあ次ですね、マルブックさんとかですね、動画来ないなと首を長くして待っていました、ごめんなさい。私もね、前回のね、最終身長予測で体力マジで絶望した。なのでもし希望がある方に、ね、半年ぐらい少なくて待ってくださいということで、質問ですが、ね、前回身長予測お願いしました、ありがとうございます。現在12歳6ヶ月の男児です。現在146センチで遺伝身長175センチです。身長グラフが7歳0ヶ月から左へ下がり続け、11歳0ヶ月をそこに真下に降りていったのですが、何か原因はあるんでしょうか。動画をいろいろ見ましたが、息子のような左へ下がり続けるパターンなく点々点、晩熟かと期待していましたが、12歳3ヶ月で陰毛が生えてきて、平均的だと少し残念です。先月採血で検査する機会があり、 ALP も乗っていたんですが230でしたってことですね。で、今回も、ね、成長シートの方をしっかり見ていきたいと思います。12歳6ヶ月で146センチ、そうするとそのまま、ね、平均的に伸びていくと 166.0 から 166.6 ぐらいのペースになってくるのが分かります。その前はですね 0.5SD ペース、まあ、現在が、ね、-1SD、 確かに少し落ちてるっていうところになります。ただ落ち幅に関して言うと 0.5 から -1SD ぐらい
ぐらいであればよくあります、正直言うとですね。ただしおっしゃっていただいている通り、一般的にこういったのも満熟を想起させます、挽回してくれるといいなというふうに思いますけど、12歳3ヶ月陰謀という表現であればそこまでね満熟じゃないのかなっていうところです。ただし先月の採血で ALP が230でしたっていうところを見ると、男性ホルモンが出てくると ALP も上がってくるので矛盾してるかなっていう印象にもなってきます。採血の結果だと意外とこういったパターンだ、もしかしたら男性ホルモン出てないとかで、ね、陰謀もね神経意味するようなものではないみたいなパターンもあり得るんじゃないかなと思いますので、まずね結果をお待ちいただくといいんじゃないでしょうか。骨年齢の結果いかがだったんでしょうかね。そういったところも私は気になるかなと思います。次ですね、 NMIN5 皆さんですね。先生、眠気を誘うような薬を飲んでですが、薬で寝ると成長ホルモンの分泌だと成長に関わることはないですよね。これね難しい質問だね。まずは皆さんもご存知かもしれないですけど、睡眠は成長ホルモンと大きく関係があります。睡眠すると成長ホルモン分泌が盛んになる。特に最初の90分間で非常に成長ホルモン分泌が盛んだということがいつもお伝えしている通りになります。それが薬で寝たらどうなるのかってことですね。薬の内容にもかなりよると思いますね。例えばなんですけども、全身麻酔をするときなんかに使うようなプロポフォールとか、それで成長ホルモンが分泌されるっていうことは私はないんじゃないかなというのを思います。というのは強制的に寝かしちゃってるだけなんですね。一方でなんですけども、そういった強烈な薬ではなくて、もう少しマイルドな薬、軽く誘発している程度のお薬であれば自然な入眠に限りなく近いと思いますので、ほとんど変わらないんじゃないかなというのが私の予測になります。ただし実際にデータが取れてるわけではないので、薬飲まないで寝れるようであれば薬飲まない方がいいでしょう。そういった形が望ましいと答えるのが適切と思います。次、志麻さんとの質問です。先生が以前に出されていた100の質問動画、ニキビができていると男性ホルモンの発現が活発になっているとおっしゃっていましたが、ニキビができてから最終身長が何センチ伸びるなどってありますか。ニキビに関して言うと、春季の中だと中盤ぐらいかな、初期でいきなりニキビできる子っていないので、そこら辺がまず一つ目の答えになってくると思います。その中で思春期が始まってから参考程度なんですが、25センチが伸びるなんていうふうに言われたりもしますので、25よりは少ないでしょうって説明ですね。例えばそこから1年ぐらい経った場合ですと、約20センチぐらいかな伸びるペースになるので、思春期の中盤ってことを考えると、まあ20センチ未満っていうふうな答えのが妥当かなというところですね。ただニキビはね結構後半でひどくなる子も多いので、そういった意味だとニキビだけで判断するのは少し難しいかもしれません。次、クオ UVU さん。息子が右と左の足のサイズが1センチ以上あります。これは骨盤のズレなんでしょうか。骨盤の歪みとかは身長のみに関係ありますが、まずは右と左の足のサイズが違うことが骨盤のズレというふうな結論にはならないです。これは全く別の話だと思いますので、足のサイズが違うというのは単純に足のサイズが違うんです。膝の位置がずれてるとか足の角度、そういった問題であれば骨盤の関係あるんだけども、単純に足のサイズだけであればあまり関係ないという形だと思いますね。その中で骨盤の歪みは身長に関係あるか、別の質問として捉えると、骨盤当然歪んでない方がいいと思います。例えばなんですけど、側弯症はですね、背骨が曲がる病気なんかでも骨盤少し傾いたりすることもあるんだけども、そういったところがすると良くないでしょうという説明になります。私のところでもですね、側弯症のチェックなども行って、より一層レベルの高い治療を提供できるように頑張っているような最中になりますので、当然歪みはない方がいいというのが結論になります。次、ゆうさん質問です。骨端線が開いていても身長が伸びないということはあるんでしょうか。理論上はあるけども現実的にはほぼほぼない、こういった説明がいいかなと思います。骨端線が開いているというのはどういうことかというと、伸びる余地があるという表現になります。どれだけ身長伸びますかという質問を受けたら、 ALP かける骨年齢、こんな風に表現しますよとよくお伝えしています。 ALP というのは採血の結果で骨の代謝、車で言うとスピードですよということですね。時速40キロよりも80キロの車の方が速い、そういった意味になります。80キロの車が30分走るのか1時間走るのかで距離って変わってきますね。それと同じで骨端線がどれくらい残ってるかによって伸びる期待値が変わってくるって形になります。つまりなんですけども、骨端線が多く開いているというのは伸びる時間が残されているよって意味になります。ただし車でも同じです。0キロで走ったら何分走っても0キロですね。理論上そういった意味だと骨端線が開いているというだけでは伸びないっていうふうにもお伝えできると思います。ただし0キロで走っている車がほぼほぼないのと一緒で、遅くても進んでいるというのが多くのパターンだと思います。次、成長シート、朝の身長を表しています。いい質問ですね。朝の身長がどうかっていうことに関して言うと、基本的に朝の身長でいいと思います。というのも朝と夜だと身長差あるのご存知でしょうか。朝の方が身長約1センチから2センチ、大人であれば3センチぐらい差があるかなというふうに言われてますので、そういった意味で朝で固定していって高い身長で記録していくというのはいいと思います。逆に、ね、低い身長だけで固定していって記録を見ていくのも悪くはないと思いますけど、せっかくであれば高い身長をご自身の身長として捉えるのが気持ちいいんじゃないでしょうか。次、リョーク8400さん。大人でも亜鉛を取ると身長伸びますか。先ほどね ALP かける骨端線の話させていただきました。亜鉛を取ると ALP が上昇する、そんな論文が出てたりもします。実際私の経験上でも ALP が上がったのを見たことがあります。ただし大人がどういう状況かというふうに言われれば、骨端線が閉鎖している、そんな状況になるわけですね。さっきの車でいうと100キロ出したとしても走る時間が0分であれば距離は0っていうことになるので、理論上は亜鉛を取っても無駄でしょうっていう説明になってくると思います。次、ケンさん、先生の身長いくつですか。私は身長173ぐらい、マックス174ぐらい記録したかなと思うんですけど、現在173と答えるのが適切かなというふうに思っています。はい、今後ですね身長に関することで全身全霊で配信していきたいと思います。身長を伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。
それではまた、バイバイ。